県が令和3年度の一般会計の決算を発表しました実質収支は13億円の黒字で前年度と同じ水準となりました一般会計の歳入は新型コロナによる業績の低下から事業者が回復したことなどから県税が61億円増加し前年度より67億円多い6336億円でした 歳出では人件費や交際費などの義務的経費が前年度より162億円減少した一方で新型コロナ対策の費用や社会保障関係経費が増加したことなどから前年度より89億円多い6302億円となりましたこの結果実質収支は前年度並みの13億円の黒字となりました また県債残高はピークだった平成26年度と比べおよそ1050億円減少しました県では新型コロナ対策など必要な施策は行いながらも県債残高を減らすなど効率的な財政運営に努めていきたいとしています